ロン・クラークはオーストラリアの陸上競技選手、政治家。1960年代を代表する中長距離ランナーとしてその名を知られる。ビクトリア州メルボルン出身。高校生時代からその才能は注目され、メルボルンオリンピックでは聖火最終走者を務めた。クラークは17度も世界記録を樹立した。1965年7月14日には1万メートルで、 初めて二十八分の壁を破る二十七分三十九秒八十九を記録している。この時の記録更新は自己の持っていた世界記録を実に三十四秒一も縮めるものであった。このような実力にもかかわらず、オリンピックでは九百六十四年東京オリンピックの一万メートルで銅メダルを獲得したのにとどまっている。九百六十八年のメキシコオリンピックでは、 一万メートルの決勝レース中に高山病で倒れてしまい、その影響で心臓の後遺症に苦しむこととなってしまった。走るフォームの優雅さから走るロールスロイスと呼ばれた。2004年にオーストラリア・クイーンズランド州ゴールドコースト市長に当選し、2012年まで務めた。2015年6月17日、クイーンズランド州サウスポートにて人不全のために死去。 78歳没、ありがとうございます。